皆さんこんにちは、ドライアイ専門医の有田玲子です。本日は皆様のご質問にお答えしたいと思います。 IPL というドライアイ、最先端の治療がありますが、こちらは根本的にドライアイを治せるんですか、というご質問をいただきました。答えはブー三角ですかね。他の目薬の治療で効かなかった方が、このドライアイを症状や客観的な涙の所見が改善するという意味ではすごく優秀な治療法なんですが、根本的という意味がもう二度とドライアイにならないとか、もう一生ドライアイの治療をしなくて済む、そういった意味でしたらそうじゃないというふうに言いますね。でどうしてかというと、この IPL という治療は、例えば遺伝子治療、遺伝子を根本的に組み換えるなどして治療するとか、もしくは再生医療、涙腺とかマイボーム腺とかを再生するために何かステムセル、幹細胞などを持ってきて植え付けるとか組み込むとか、そういった治療ではないので、もう全く何も気にしなくて、目薬もしなくていい、ホームケアも何もしなくていい、一生これでドライアイにならなくていい、といった治療では、ないんですね。なのでもちろんドライアイというのは環境も大きな原因の一つですので、湿度が低いところとか、エアコンの風がもうボンボン当たるところ、そういうところでいたら IPL をやって、せっかく改善したドライアイがまた悪くなってしまうというのは大いにあり得ることなんです。なのでまずその環境も気をつけていただき、あとはストレスとか睡眠不足とか、そういったことが積み重なると、やっぱりまたすぐにドライアイに戻ってしまいますので、ご自身のライフスタイルをちょっともし改善できれば改善していただき、あとはスマートフォンを見ているお時間とか、パソコンやっているお時間とか、そういう時間を少しでも減らせた方がいいですし、もし減らせなかったとしても、まばたき運動をまめにやっていただいて、ご自身の涙を出していただく工夫をしていただくですとか、大事なのが温め、それから洗う、そういったご自身でのホームケアですね、そういったものもぜひ続けていただければというふうに思います。でまた悪くなる前にですね、IPL をメンテナンスとして半年に1回とか1年に1回とか1回追加でやっていただいている患者さんもいらっしゃいます。でそういった患者さんは予防になっていますので、そんなに悪くなる前にそういったメンテナンスをしていくというのも一つの手です。というわけで、本日は IPL はドライアイの根本的な治療としてドライアイを治せるんですか、というご質問に対しまして、ご自身でのホームケア、ライフスタイル、環境、そういったものは注意してくださいというお話をさせていただきました。では皆さん、また別の動画でお会いしましょうね。さよなら。